オスナー、オースティーフィールズ・オスナーはいい。外国人3人並んでるとやっぱ強そう。すっごいバカだけど、すっごいバカだけど強そう。やっぱ外国人3人は、やっぱかの昔オリックスが、俺は幼きながら憧れたわけ、オリックスのラロッカ、ローズ、カブレラに。ラロッカ、ローズ、カブレラのクリーンアップに。あ、落ちるんじゃない、落ちないんじゃない。あ、ちょっと待って、涼しそう、ごめん、いいって、ごめんごめんごめん、おもんねー、もっと待てよ。8回を始めますか、はい、家って出せよ。おじいちゃんがやってたらどうすんだよ。おじいちゃんじゃ気づけんやろ今の。8回を始めますか、はい。そこまでやらせてなんぼでしょう。てかその、スタミナがもう限界ですよって教えてくれないとさ。スタミナ警戒アラート鳴らしてくれないとさ。無理だろう。スタミナが限界ですよって。めちゃくちゃでっかいビックリマークバンって画面に出せばさ。俺だって気づくんだから。ちょっと中継ぎ、まあ中継ぎ今ちょっとトレー出してるけど。ヒットにならんて。3安打猛打賞、騎士が、あの消えた天才って言われてた人、一時期結局プロになったから果たして消えた天才だったのかっていう騎士、なんだかんだ野球ファンみんな応援してる騎士、